はい、どうもこんにちは、松田ひかるです。鳥山和也です。本日は新キャプテン鳥山和也に来てもらいました。このユニフォーム今日が初めてです。今日は、鳥山選手、バッティングすごくて4番バッターなんですけど、それより先にもっと大切なものがあるっていうんで、ちょっとそれについてやっていこうと思います。鳥山選手の能力でいうと、ミート、C、パワー、C、走力、G、肩、A、守備、C、声出し、S みたいな、そういう選手なんで、ちょっと声出しの大切さっていうのをちょっと教えてもらおうかなと思います。今回の動画なんですが、声出しということで、なんで声出しの動画という方もたくさんいると思うんですが、やっぱり団体競技において声を出すこと、とても大事だと思います。松田さん、僕の声に助けられたことないんですか？いや、めちゃめちゃあるよ。マウンドにいる時も一球一球なんかチャー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 言ってくるし、でベンチにいる時もバラだバラだってなんかもうこのここでこもらしたような声をグラウンドに響き渡せるから、もうなんかいつでもホームな感じで、いつも同じような感じでマウンドも立てるし打席も立てるしっていう、ほんとなんか安心感をなんかすごい感じてプレーできる。ちょっとそういったところも、ちょっと学んでもらいたいなというふうに思うんで、ちょっと VTR 見てください。どうぞ。はい、それでは、あれ、なんでグラウンドの外にいるのという方もたくさんいると思うんですが、試合中の声出しを先にすると思ったら大間違いです。まず最初に大事なのは挨拶です。ソフトボールをする上で、試合に行った時に関係者の方々、審判の方々、たくさん挨拶する機会があると思うんですが、僕は、知らない方でも大きな声で挨拶するようにしています。それではやっていきたいと思います。試合会場に入っていく体で、僕流の挨拶の方をやらせていただきたいと思います。お願いします。はい、それでは、まだグラウンドに入るまでの段階だったんですけども、すごい丁寧に大きな声で挨拶してましたね。やっぱりグラウンドって、すごく神聖な場所だと思うので、きちっと挨拶するってことは大事だと思います。で、関係者の方にも挨拶するのも大切ですし、そういう時に何かその大事にしてるとか気にしてるポイントみたいなのあるかな。僕が挨拶するときに気にしていることは、相手の目を見るということと、知ってる人知らない人関わらずしっかり大きな声で、挨拶をしていくということですね。なるほど。すごく、この2つ大事なことだと思うので、まず試合する前の段階で、しっかりとした、これも1つの準備だと思うので、皆さんにやってもらえたらなというふうに思います。はい、それでは次に、試合前の声出しについてやっていきたいと思います。試合前の声出しなんですが、アップしていく中で、キャッチボールして、ノックをしたりいろいろあると思うんですが、その中で、自分が気をつけて声を出していることは、緊張している選手に、緊張をほぐすような、言葉をかけてあげたり、基本的に朝試合が多いので、なかなか元気のない選手もいる中で、自分が率先して、声を出している姿を見ていただけたらなと思います。どうしたん？お前最近調子悪いんか？いやでもさ、攻撃って失敗がないんよ。わかる？攻撃ってどれだけ失敗しても0点だから。でも守備って失敗してしまったら1点2点3点たくさん入ってしまう。攻撃ってリスクがないんよ。だからさ、もっと思い切って初球から行こうぜ。大久保、お前今日先発だよな。
緊張してんの？大丈夫だよお前、俺たちが打ってやるからさ、思い切って投げてこいよお前、初回から全力でいけよお前。おいどうしたん、何落ち込んでるん、うん、さっきの試合のエラー、お前ふざけんなよ、俺なんてさっきの試合2つしてるんだぜ、そんなんで落ち込んでたらさ絶対ダメだろ、せめてエラーなんだから気にせず行けよ、頑張れよ。お前さっきの試合よかったね、このまま頼むで、でもなあんまり俺より目立つなよ。松田さんナイスピッチ、このまま次の試合も頼みますよ、でもさっきにエラーしてるんでちょっと僕の方には打たせないようにお願いしますよ、エース松田さん、どんまいどんまい、まあ、次があるんで次の試合しっかりお願いしますよ、本当にさっきのツーエラー本当すいませんでした、次も頑張りましょう。はい、試合前の、鳥山選手の掛け声いかがだったでしょうか、参考になる掛け声だと思うので皆さんも、ぜひ、参考にしてまたそのチームメイトを励ましたり、してもらえたらなというふうに思います。でこれからいよいよ試合に入ります、実戦は本当に役立つ掛け声いっぱい持ってるんでぜひ聞いてください。じゃあね、それではね、日本リーグ大雪ようやく開幕しました、皆さん初回からガンガンいってまず先制パンチ取っていきましょう、それではいこう、最後それでは、まず最初に、攻撃の時の声出しを、やっていきたいと思います、僕が注意していることは、攻撃の時なんですけど特に負けている時っていうのはやっぱり声も出ないですし、チームが暗くなっている、時なので、なるべく僕はもうベンチの前の方にいて、なるべく座らないようにしています。周りから見るとやっぱ立ってる応援しているチームの方がやっぱ勢いがあると僕は思うので、なるべく座らずに声出してチームを盛り上げるようにしています。逆に勝ってる時はやっぱ流れがいいのでその流れを切らさないように、やっぱり勝ってる時っていうのは自然と声も出ますしいい流れでいくのでやっぱりそれを切らさないように声を出すようにしています。さあ頼むよって、まあ先頭出ようね、頼むよ、マジ頼むって先生、頼む先頭出てくれって、はいよーおっしゃ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 い、さあ頼むって頼むって先頭出ていこう、さあみんなで行こう、みんなでみんなで、さあここ行くよ、さあ行こう、行った、さあ先頭行こうねって、我慢ねって言って、ちょお前集中切らすなよ、声出していこうぜ、全員で行こうぜな、頼むで、さあやって、はいよー、ナイスバッティータイ、最高。で、あのピッチャーライズ決まってないからしっかりドロップゾーン上げてしっかり打ってこいな、頼むでて、ここ頼むでて、さあ行け、行け松田さん、行け頼む、行ってくれ、行け、行った、はい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 よー、おっしょっしょナイスー松田さん、僕の一押しの掛け声があるので皆さんよかったら真似してみてください、マイミートーマイミートー、こちらのマイミートなんですけど、自分のマイ、自分、私ですね、私のポイントで打つ、略してマイミートです。これ僕の一番好きな言葉なんですけど、自分のポイントで打つっていうのはすごく大事で、それをやっぱり打者に伝えることができているのではないのかなと僕自身は思っています。もう一つあるのでご覧ください、ドーンってきたらドーケー、でもスッってきたらスッといけ、こちらなんですけど、ドーンときたらドーンといけっていうのは速い球に対してドーンといけという意味です。でもスッってきたらスッといくっ
というのは遅い球に対してはしっかり合わせていけという意味があります。これは僕が考えたものです。よかったら皆さんも試合中に使っていただけるとチームの雰囲気も良くなりますし盛り上がるんじゃないのかなと思います。はい、攻撃の声かけいかがだったでしょうか。なかなかためになる掛け声多かったんじゃないかなと思います。ぜひ試合の時に実践して使ってみてもらえたらきっと鳥山選手も嬉しいと思います。続いて守備の方に行こうと思います。守備の方なんですが、まあ、もちろんベンチで声を出す選手もいますしフィールドで声を出す選手いると思うんですけどその2パターンを鳥山選手に紹介してもらおうと思います。ちなみに、うちのチームでは、守備中ですね、ベンチの選手は全員立つっていう決まりを、設けてます。これなぜかというとやっぱり試合に出てる選手と、ベンチにいる選手で、こっちがこう立って動いてやってる中、座ってるとやっぱりどうしても気持ちも体も温度差っていうのが出てしまうと思うのでチーム一丸で戦おうっていう意味を込めて、ベンチの選手立って、プレーしています。では実践していきたいと思います。さあ松尾さん始まりましたよ。先頭バッター集中で頼むよ。さあ初回よみんなボール呼んでこうね。次回準備してこう準備していくよ。さあカンパこのバッターちょうどあるからね。テイもっと下がってこう。テイオッケーオッケーオッケー。ベンチスタートチェックお願いします。逃げたー。このバッター足速いからね。三遊間あれはよもっと前でいいんじゃない。あるよ来るよ前。松尾さん力抜いてこう。ストライク打たれてないからね。しっかり入れてこう。ここオッケーオッケーナイスボーナイスボー。てぇオッケーオッケー下向くなお前。ああ声出してけてオッケーオッケー。松尾さんここよ頑張よ。おい全員で行こう全員で。松尾さん行けよしよし。おてぇ休みそこ間声がねしっかりね頼むよ。休みこれ引っ張り多いからここ頼むよ間。オッケーちょっとライン線寄るからね。オッケー松田さんいいボールいってるんでここしっかり押さえていきましょう。俺ら守るんでね。さあ元気出していきましょう。さあ行こう。すいませんすいませんすいません松田さん。さあもう一丁もう一丁さあもう一丁来いもう一丁。どんまいどんまい。ボール二つ目よ。下向くなお前。気楽に行けよ。はい、いかがだったでしょうか。新キャプテンの鳥山選手に、全力で声出しやってもらいました。皆さんも試合の時に、活かせるような声出しいっぱいあったと思うのでぜひ使ってみてください。声出しに関しては試合に出てる選手出てない選手関係なく、その声一つでチームの流れとか勢いっていうのがついたりすると思うので、ぜひ実践してみてください。僕の、声出し動画どうでしたか。声を出すことによって出てる選手も鼓舞されますし出てる選手がいいプレーをするとベンチの声掛けもいい声がやっぱり出てくるんで声は出すものじゃないんですけど勝手に出てしまう状況を作れるのが一番いいと僕は思ってます。ヒラキンにいるとそういう松田さんであったり宇根選手であったりすごいプレーを見ていく中で僕は勝手に声が出てしまうのでやっぱそういったチームが強いチームなのかなと僕は思います。声を出すことによってチームの雰囲気が良くなったり強いチームにまとまると思うので皆さんもやってみてください。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではバイバイ。
ひらきんソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy ソフトボール。